どうも、イゲンジクマンです。ワンピースオデッセイ、発売おめでとう！いや、マジで、めちゃくちゃワンピースオデッセイ楽しみなんですけど、まあなんでね、今日ワンピースオデッセイやってないかっていうと、僕のやるスチーム版だけ、発売日1月13日なんです。ということで今日は、しぶしぶ、アンリミテッドアドベンチャーやっていこうと思って。まあ、なんでね、これをやったかっていうと、アドベンチャーね、てか、アドベンチャーのね、実況見てくれた方だったらわかると思うんですけど、まあ、僕ね、結構、衣装がやばいですよ、みたいなの言ってたんですよ。このゲーム。まあ、この右下見てもらったらわかると思うんですけど、これもね、なんか、右下あれね、これね。これもなんか、その2周目で手に入るもので作れるやつなんですけど、まあ、ちょっと衣装がね、すごくいいので、これでファッションショー今日やっていきたいなと思います。ということで、ファッションショーやっていきましょう。エントリーナンバーワン。ルーフィー！どうですか、皆さん、この、海賊王のマントをまとったルフィですね。まあ、これはね、正直アンリミテッドワールドレッドでもあったし、まあ、そんな珍しくないけど、まあ、安定の王道でかっこいいよね。まあ、これちょっとギアセカンドバージョンなんで見てこれ。いい！素晴らしくない？これはね、結構、俺結構好きですね。このアンリミテッドシリーズのギアセカンドってマジかっこいいよね。てかね、あれ一応ね、今日オデッセイ発売記念だからね、まあ、発売記念のファッションショーって感じ。さあ次いきます。ナンバー2、ゾーリー。見てこれ、すごくよくない？配色がいいよね。赤に黄色、赤の腹巻きに黄色のなんていうのあれだね、小学生がよくやるやつね。昔小学校の時公園でみんなこれパーカー巻いてたよね。まあ、こんな感じですと。これね、なんかのね、扉絵の時の確か多分絵なんですよね。これちなみにオープニングにも出てくるんですよ。なんだったっけ、クレイジーレインボースターだったっけな。あの、NES ロビー編終わった後のぐらいのオープニングに、この衣装で出てくるんですけど、多分それのオマージュみたいな、そんな感じだと思います。で、いいよね、この配色。ゾロの髪の毛が緑で、腹巻きが赤で、で、パーカーが黄色と。これ信号機だよね。これ信号機完成しちゃってんじゃん。え、いいね。この配色めっちゃ好きです。はい、次。ナンバー3。でーん。ナミー。え、めっちゃ良くない？これ。これ何の衣装なんだろうね。これも扉絵であったのかな？これは知らないんですけど。めっちゃいいよね、この衣装。なんか、なんていうの？これワンピースだよね、多分。これ、こういうのとワンピースっていうのかな？まあ、わかんないけど。見て、これクリマタクトピンク色なんですよ、ほら。見て、めっちゃ可愛くない？このクリマタクト。ね、なんかこの、ベルトがめっちゃいいし。で、クリーマタクトのベルトの色を帽子で拾ってるっていう、そういうファッション感度結構高めな。え、すごいいいよね。すごい、なんかこういう、なんていうの？ロングブーツっていうの？こういうの。よくわかんないけど。すごいね、マジ。これちょっとあれだね。普通にオシャレだよね。いや、わかる。さすがに街中にこの格好でおったらびっくりするけど、これはめっちゃいいと思います。グッジョブ。狙撃の島で生まれた俺は、キャーパーズ、ドーン、狙撃キングですね。これ狙撃キングってさ、仮面折れてなかったっけ？右か左。仮面治ってるね。え、これはちょっと安定の狙撃キングって感じです。はい、次。でん、サンジ君。見て、サンジ君、これ、バラティエのコック姿らしい。すごい、いいよね。なんか、コックの帽子ってあれらしいよ。なんか、ほんまかわかんないけど、どっかで聞いた話だけど、なんか料理の腕前が高ければ高いほど、コックの帽子の背が高くなるみたいな。ゼフめっちゃ高いから、やっぱうまいってことなんかな。わからん。ちょっとガセ情報かもしれないから、わかんないけど。これいいね。なんかスカーフみたいな、青いの。めっちゃ可愛いよね。いいね、これ。これで戦うサンジ君めっちゃかっこくない？黒足って言われてるから、それと対になる白。いいよね。これはなかなかにいいと思います。グチョブ。あれ？チョッパさん、一見何も変わりないかと思いきや。うん。チョッパーマンなんですよね。見てめっちゃ、かわいい。なにこれ？なんかふわふわしてんだけど。なんかあれだね。クラゲじゃない。クラゲか。クラゲとかゲッソーみたいな。すごい、チョッパーの C なんだろうね。多分。ビタミン C の C か、チョッパーの C か、オルナミン C の C。チョッパーマンの漫画ね、ちなみに俺持ってるんですよね。チョッパーマンの漫画、なんか2巻ぐらいあるのかな？ 1 巻だけだったっけ、忘れたけど。え、かわいい。これはあれなんじゃない？アンリミテッドワールドレッドでもあったか。チョッパーマンの衣装はね、あったんですけど。いや、これいいよね、この衣装。めっちゃ、いいと思います。かわいい。ちなみに見て、これ。これちょっとスーパーマン感すごいね。めっちゃスーパーマンっぽいよね。スーパーヒーロー感がすごい。これなんだったっけ？これは、何ポイントだこれ。ふくらはぎポイントか、そのあたりだよね。
え、すごいいいと思います。いい腹筋してんじゃん、チョッパー。はい、次。でん。ロビンお姉さん、イエーイ。え、すごい。これもおしゃれ。これは何なんだろうね。なんか説明にカジュアルって書いてあったけど。なるほど。カジュアルの格好ってことね。これすげえカバン可愛いよね。なんだこれ。どこのブランドなんだろうね。ワンピースの世界だったら。ワンピースの世界にブランドってあんのかな。でもなんかありそうだよね。俺、あれ買ったことないけど、ビブルカードにそういうの書いてそう。そう、見てこれ。これなんだろう。なんか食紅じゃないわ。あの、紅生姜の色のジーパンかな。紅生姜色のデニムに、いいね、このタンタケジャケット。おしゃれですよね。てか、ロビンさんはロビンちゃんはね、何着ても似合う気がする。なんかそういえば前やってたけど、なんか、サンジ君がナミさんはナミさんって呼んで、ロビンちゃんはロビンちゃんって呼ぶ理由を小田先生が答えて、なんかロビンちゃんは若く見られたいからちゃん付けで、ナミさんは大人っぽく見られたいからさん付けしてるみたいな、そういうサンジの心意気があるらしい。いや、いいよね、ロビンちゃん。結構いいと思います、これは。欲しそうみたいな。え、誰だお前。見てくださいこれ。ウォーターセブンで初登場した時のフランキーの格好だね。見てこれ。なんか昔のあれ、鉄板アトム時代になんかいそうだよね、こういうやつ。ロックマンとかそういう系の雰囲気がする。すごい、見てこの星の数ね。超ウルトラスーパーみたいな。いや、いいよねこれ。もうもはやフランキーかどうかも認識不能だけど、まあ間違いなくフランキーですね。いや、こんな感じ。結構すごくない？いろんなあったね。まあこんな感じなんですよね。いや、ちょっとすごいよね。このゲーム、こういうとこすごい好き。このやっぱ衣装が、まあ一番の見どころといっても過言ではないんじゃないかなってぐらい、その衣装のセンスがすごいよね。このゾロのこれとかさ、正直、今まで見てきたゾロの、なんていうの？いろんな衣装あったけど、俺ぶっちぎりでこれがかっこいいと思う、一番。なるほど、ワノ国の、決戦前のワノ国の衣装とかも結構好きなんですよ。ヒヨリとかと一緒にいた時のゾロのあの和服も好きだけど、いやでも俺それを超えてもこの2年前のこの衣装、扉絵で1回だけ登場したこの衣装が一番かっこいいと思う。なんかね、強者感あるよね。赤黄色って何だったっけ、なんか寝室色みたいな、そういうの習ったんですけど、そんな感じでちょっと危険な男感が出てすごいいいと思います。ということで、今日はね、ワンピースオデッセイオデッセイ発売を祝しての動画でした。で、この後ね、何があるかっていうと、昨日ワンピースアンリミテッドワールドレッドのコロシアム編撮ったんだけど、コロシアム編で最後やれなかったフジトラを解放したので、そのプレイ動画昨日撮ったんで、それをそれつけておこうかなと思って。で、僕のワンピースオデッセイは、まあ、いつやるかっていうと、まあ、ぜひね、ツイッターフォローしてもらえればね、ツイッター概要欄にあるんでフォローしてほしいんですけど、ツイッターフォローしてもらえれば、その、あ、いついつやりますよ、みたいな、すぐ言えるんですけど、まあ、今のところ、明日の7時投稿か、まあ、今日の深夜になんかちょっと短いの投稿するか、みたいな、そんな感じだと思います。まあ、できればツイッター見てもらったら多分ね、つぶやいてると思うんで、あ、何時で、ね、投稿できそう、みたいな、そんな感じで、まあ、マジでワンピースオデッセイ楽しみ。結構みんな、いろんな人実況動画開けてたけど、まだ見てないね。完全初見プレイでいきます、ワンピースオデッセイ。ということで、アンリミテッドワールドレッドに続きます。バイバイ。みんな、フジトラ使えるようになったわ。ちょっとこれ、使ってみようか。うわ、見てこの重力を操れる感じ。え、めっちゃかっこいいね。フジトラ、なんだったっけ名前、能力の名前。え、すごいいいね。やっぱフジトラの能力、なんかさ、ワンピースの作中の中でもなんか、一番かっこいいまであるんじゃない？ワンチャン。重力操れるってやばくない普通に。何この技。この技あんま強くないね。あんまか。で、これ X 繋げると一緒かな？これ何なんだろうね。なんかあんまり強くないね、この技。え、すごいよね、この重力技。やっぱなんか地球上において重力ってやっぱ、なんていう、一番身近な存在であり、一番最大の存在でありみたいな、そんな感じあるじゃないですか。だからなんか一番重力がかっこいいみたいな、そんな感じあるんですけど。皆さんどうでしょうか。さあ、これちょっと次の時に必殺技使おうか。さあ、敵がわんさかいる。多分だけど、ですよね。気持ちよすぎ。やばい。なんか血管からじわっと溢れてた、今なんかが。すごい気持ちいいよ。みんなやってみて、マジで。海賊無双やりたくなってくるね、こういうのやってると。海賊無双ばりの気持ちよさだよね。さあ、いっぱい来い。オッケー、集まったね。見てこれ。かっこよすぎ。ちなみにこれ、ドフラミンゴもめっちゃ気持ちいいんですよね。見ててこれ。これでね、必殺技使い放題になるんだけど、もう無双向きキャラよ。
海賊無双みたいなもんですよね、ドフラミンゴのこの技的にも。見てこの無双状態、ほとんどもう蹴散らしていく、もう掃除機だよね、ダイソンみたいな、ダイソンの掃除機イコールドフラミンゴみたいな、そういう方程式成り立ったね今。